みんな切り抜き見ればいいかなみたいな話になっちゃうんで、もうそろそろやめるか。どっかのタイミングできちんとやめます。今日は記念すべき100回目のライブ配信おめでとうございます。ありがとうございます。今日100回目なんだね、ライブ配信。今年も頑張りますんでよろしくお願いします。お願いします。そういえばヒカルさんが切り抜き終了されるみたいですが、みさきさん辞められる予定はないですか？俺たち中さんも辞められたので気になりました。僕はね、切り抜きをね、辞める予定はまずないです。ただやっぱり、切り抜きによってはタイトルに過度な発言だったり、僕が言ってもいないことが切り抜きでもあったりしてたりするんで、そういうところの規制っていうのはもうちょっとしっかりやっていかないとなぁとは思ってるんですよ。なんで、切り抜きのレギュレーション、ルールをちゃんともっともっと厳しくする可能性はあるんですけど、僕は切り抜きはやめません。でなんで僕切り抜きやめないかっていうと、純正に切り抜きさんがたくさんいるってことと、あとやっぱ生配信メインなんで、配信の切り抜きの人たちっていうのはそんなにね、影響ないと思うんですよ。多分ヒカルさんが辞めたのっていうのは、やっぱりその釣りタイトルサムネが多いのと、やっぱりね、通常動画にね、回ってこなくなるんですよ。みんな切り抜き見ればいいかなみたいな話になっちゃうんで、ね、なので、みんなプラスにならないんじゃないかなっていうことと、やっぱりね、正直、釣りタイトルサムネやっぱ多いです。僕の切り抜きもかなり多くて、ちょっとそこはかなり問題だなと思ってるんで、そこに関しては、ちょっとレギュレーション、ルールをもっと厳しくする可能性はあるんですけど、やめるつもりはないです。はい。切り抜きの募集はそろそろやめたいなと思ってるんで、もうそろそろやめるか。どっかのタイミングできちんとやめます。もう募集しません。はい。切り抜きタイトルひどいのがある、誤解されます。そうなんですよ。だからそういう、ちょっとひどいタイトルとかひどいサムネの切り抜きは切り抜き資格を剥奪しようかなとは思ってます。はい。でもちょっとね、かなりひどいタイトル、サムネが多いんで、切り抜きさん、直してください、マジで言いますよ。今なら間に合うんで直してほしいです。お願いします。